きでございます。ランディさんです。眠い気がする気ね。お仕事なんで早起きしたんですけど、なんか今日は結構すっと起きれた、なぜか。でも若干眠いですけど、まあちょっと準備行く。すごいなんかさ、みんながさ、おはようってさ言ってくれるのいいね。なんかめっちゃリンゴジュースとか飲みたいないんだけど、ないんだけどリンゴジュースが飲みたい気分です。ちょっとヒートテックしか今着てないんだけど、仕事があるので、ちょっと準備 します。ヒートテック暑いかな。まあ、なんならアウター着たくないんだけど、これなんかさっきゴミ出しにさちょっと外出たんだけどさ、ちょい寒だった。まあいっか、まあ予防のためによいしょ。なんかね、いつも余裕があると思って時間をかましてたら余裕がないパターンがいつもすごいんで、ちょっと今日は余裕を持って、朝から洗濯物も回しても偉くないですか。でもマジで一個やらかしたのがあって、なんか今日荷物が届くんだけど、なんかその荷物なんか変更できなくて、あの時間変更が、めっちゃやらかした。時間変更ができないって、しまんしちゃったんですけど、いや、なんとかなるかな。
仕事ですかね。朝からお疲れ様です。あれあれ、メイクしていきたいと思います。なんかさ、やっぱさ、早起きっていいなって思った。なんかさ、わかんない、今日はさ、多分寝起きが良かったからだと思うんだけど、なんか清々しいね。朝早起きするとなんかいいね。休みなのに起きるの早いな。きっと春休みとかかな、今学生さんは。まだ30ぐらい入れたから、4、5、6、7、あ、でも4時間は寝てますね。4時間寝て帰ってきて多分寝そう。帰ってきてもおねむしそうな感じがしますね。やばい、下地塗る前にさ、眉毛塗っちゃった。塗れたんかな。なんかさ、昨日一人焼肉に行っちゃったんだけどさ、あれからなんか一人焼肉美味しくなかった。なんていうの、一人で食べる焼肉が美味しいと思わなかった。行かなきゃよかったと思って。なんか誰かと行く焼肉が美味しいのであって、一人焼肉はなんか悲しかった。なんかさ、帰ってきてからさ、いろいろやってたらさ、え？もうこんな時間みたいな。とかさ、結構多いよね。あるあるじゃない？だからランリーもやるの。え？もうこんな時間みたいな。てか人間ってさ、どんぐらい寝るのが本当適正時間なんだろうね。なんか寝ても寝ても眠い時とかあるじゃないですか。だからどんぐらい寝るのが、どんぐらい寝たら満足するんだろうと思って。
しまいです。猫ちゃん、かわいい。今日はね、ちょっと楽しみなんだよね。今日のお仕事楽しみ。なんか楽しみ。なんか最近ここに一生ニキビがあるんだけどさ、治らない。え、洗濯終わってた？ピーピー言ってたっけ？そう、今日はお仕事に。え、ごまあ、やばい。なんかさ、すごいさ、肌のさ、調子よかったのにさ、なんかコンシーラー塗った瞬間、なんかちょ、なんかよれた。最悪。みんなゆっくりは見てられないよね。意外と時間ない。仕立て。メイクしなきゃ。洗濯も干して歯磨きもしないといけないと考えると早くしなきゃですね。
なんか胃に昨日食べた焼肉がまだ残ってる。てかそう口内炎だからさ、マジ焼肉美味しく食べなかった。なんかもう染みて染みて痛かったよね。めっちゃ染みまくってました、タレが。でも多分私メイクするの早いかも、でも適当だからいつも。なんかさ、多分他の女の子だったらさ、下地はこれを塗ってこれを塗ってみたいなとかやると思うんだけど、私なんかもうペッペッペッって感じでめっちゃうんで。口内炎さ、口内炎のでかさ変わってない。今日のアイラインはちょっと垂れ目ラインにした。おはよう。まだ大きかったです。まだデカちゃんでした。久しぶりにキラキラも塗ってます。このねキラキララメをね、メイク道具買いに行きたいね。あ、待って、今目代わりやってんじゃん、9点で。知ってる人、目代わり買わなきゃ、忘れないうちに。美容器得意じゃないよ。全然得意じゃない。なんかイベントっていうか、キューテンっていうなんか韓国コスメとかがいっぱい売ってるサイトがあるんですけど、それのなんかセールみたいなのが目代わりって言うんですけど、それを買わなきゃって。お話です。
く合いそう。ドライヤーして、ちょっとドライヤーします。乾きのもんで。ランディは3月生まれです。3月30日お誕生日です。アイロンします。髪の毛ロングになってからもうあんまストレートすることないね。アイロンしてる。ロング嫌になる時もあるんだよ、めんどくさいから。なんかさ、抜け毛ひどいの、ロング。なんか最近はもうここのアホ毛がすごいんで、このおばあちゃんが昔よく使ってたこの毛を最近は。この辺に乗っけて、塗ってます。この辺に、ああやらかした。こんなにいらなかったね、絶対的に。そしたら見事に髪がぺたんこになる。ぺたんこ髪が好きなんですよ。だからぺたんこにします。そう、生クリームではありません。では今日は
願いします。サクセスってメンズのあれ？なんか最近はこの太いアイロンと細いアイロンがあるんですけど、ほら、これ細いやつを使い分けております。っていうかさ、マジで結構時間ないわ。やばい、洗濯干す時間がないかも。干す、いつでも。髪の毛は結構ザックラバンに。雨とか降らないよね。雨降るなら傘持ってこなきゃいけないか。時間ないかも。なんか結構がっつり巻きたいときはあの細い方で巻くんですけど、なんかゆるく巻きたいときはこれで巻く。ほんとさ、朝ってさマジで時間ないよね。とてもそういうのはがっつり巻きですね。これはゆる巻きがちょうどいい。そういうふうに仕事行ってくるの頑張れ。結構余裕を持って起きたはずなのにな。朝って時間ないな。ルンリーもそろそろ終わります。いやマジ秒。よし、よいしょ。髪が巻き終わった。前髪も。テキパキやらないとマジで時間ないね。洗濯も干したいんで、ちょっと早めに戻る。髪の毛は櫛で外します。ネックレスもつけたい。待って、全然負けてない。やばい、しくった。やばい、見て、全然負けてない。細い方で巻けばよかった。やばい、巻き直す。あれがいいかも。髪の毛半乾きだからだ。
さん。HKT のメンバーが出ちゃった。なこちゃん、ラビット、なんか朝テレビつけてるときは基本的にはラビット見てるかも。結構じゃあ巻いたんで半巻きだが、この辺でランキング見まーす。13位デイトナーフィックスさん、ありがとうございます。そして12位がラスカールさん、ありがとうございます。そして11位がマスミダさん、ありがとうございます。そして12位がミクノバさん、ありがとうございます。そして9位が長崎在住のニアサイティンさん、ありがとうございます。そして8位がキングスさん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がビリーさん、ありがとうございます。そして6位がヒロさん、ありがとうございます。そして5位がトリアジさん、ありがとうございます。で4位がフクックさん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で3位がクロケンさん、ありがとうございます。で2位が 662BPM さん、ありがとうございます。で1位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということでランディはお仕事頑張ってきます。皆さんも頑張ってください、いろいろ。ではこの辺でさよなら、ランディ、バイバイ。